時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM ミサヨのふるさと自慢、味自慢の時間がやってまいりました。山形県鶴岡市東京事務所、鈴木康之さんにお越しいただきました。ようこそお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、鶴岡市って今庄内地区、庄内っていうのはあの日本海に面してますよね。そうですね、はい、その中の一つですよね。はい、で、あの庄内地区としては、もちろん鶴岡市がありますね。はい、はい、あとどこがあるんですか。あとは酒田、酒田市、はい、それから、はい、湯沢町と三河町、はい、あとあの庄内町とあります。はい、はい、でその、まあ、唯一海に面してる、日本海に面してるところが庄内地区なんでしょうかね。はい、そうですね、山形県の中では庄内地域だけが、あの日本海に面しているといったところになります。よくあの山形県、人の顔の横顔に例えられますけども、はいはい、鶴岡市は横顔のちょうど鼻の部分、横顔のこの鼻の部分、はい、そうですそうです。あ、私鼻低いからね、ちょっとダメなんですけどね。はい、はい、この横顔の鼻の部分ですね。そうですね、新潟県との、あの県境といいますか、はい、になりますね。はい、はい、で人口はどのくらい。はい、人口が、13万5千人ほど。13万5千人、はい、はい、でどういう市なんですか。はい、あの鶴岡市はですね、はい、平成17年の10月に、一市四町一村で、はい、あの合併いたしまして、はい、であの面積が東北で一番広い市町村というふうになってます。はい、あ、東北で一番広い市町村。そうです、はい、そうですか。はい、はい、人口はですね、山形県では2番目と、はい、山形県2番目、はい、2番目に多い市町村、ということになります。あ、そうですか。はい、この放送ですね、日本全国、北海道から沖縄、そして全あの世界の方たちが聞いていただいてます。はい、ですからその鶴岡市っていうのが今ね、あの皆さんどういうふうにどこにあるのかなって想像してくださってるんじゃないかなって思うんですが、はい、特徴としましてはどういうところですか。はい、そうですね、あの、海あり山あり、はい、川あり平野ありと、はい、自然いっぱいの、市町村です。はい、であの豊かな食材にも恵まれてますし、はい、あとはあの6つの酒蔵がございまして、はい、あの地酒なんかも非常に美味しい地域でございます。はい、お酒と言いますとですね、今度はおつまみですね。はい、はい、おつまみと言いますと、今ね私 の、まあ、あの目の前にですね、はい、これたくさんの、物産をお持ちいただいてます。はい、で、私ねびっくりしたのはねこれなんですけども、はい、こちらがですね、ノロケンゲ、ノロケンゲ、ノロゲンゲって言いますね。ノロゲンゲって言うんですか。はい、鱗がないんですか。そうです、こちらはですね、深海魚になる、深海魚なんです。なるほど。これはですね、地元のエビ漁、エビを、はい、あの漁の中、網の中に、はい、あの入ってくる、はい、あの魚なんですね。深海だ、多分150メートルよりももっと深いところにいる魚でして、うん、これはもう干物にして食べるのがオートドクスなものですか。そういう食べ方もあるし、焼いても美味しいと思います。干物にしてこれを焼いて食べる、煮るとかそういうのはあまりないんですね。煮ても食べれます。あ、煮ても大丈夫なんですね。干、はい、物にして焼いたものは本当にあの香ばしくて非常に美味しいと思います。そうですか、はい、ね、これ美味しそうですものね。はい、もうねこの時間になるとねちょうどお腹が空く時間なんです。そうですよ ね、もう見るものすべてがね、あ、食べたいって思ってしまうんですが、はい、そしてですねここにこれはタイですかね。そうですね、天然のタイですかね。はい、立派ですよね。マダイですね。やっぱり本当は、直接本物お持ちしたかったんですけども、さすがにあのこのここにはちょっと持ってこれなかったので、でもこれも美味しそうですよね。はい、そしてここにイカがありますね。マイカですね。はい、そうですね、はい、これもですね立派ですよ。はい、これマイカが、はい、あの庄内地域あのイカの一夜干しってすごく有名でして、はい、あの観光地にもなってる、はい、イカの一夜干しのちょっと写真もあるんですけども、それもすごい、そのこのイカを干してる、はい、そうですそうです。はい、何かで私見ましたね、このイカを洗濯物のようにこう、すごくこう干してるんですね。はい、これがそう、あ、これがあの観光で巡れるところなんですか。そうですね、まあ、当然あの、あのお買い求めもいただけますけども。なるほど、はい、そうですか、はいはい、そしてですねこの私がもうびっくりしたのはですね、このエビなんですが、はいはい、こ
これ、紅エビって書いてあります。紅エビ、はい、その名のごとく真っ赤なんですね。そうですね。これは湯がいて真っ赤になったのですか？これはもう新鮮なままそのままです。そのままこの色なんですね、はいはい、はい。これはもうこのままいただいてもいいんですし、はい、そのお出汁に使えるんですかね、ふりかけみたいにこう細かく。そうですね、そういう食べ方もできますね。ありますね、はい、美味しそうですよね、はい。そしてですね、私も、山形と言いますとですね、はい、あのだだちゃ豆、はい、もうこれう、ね、このだだちゃ豆がねすごい好きなんです、はい、ありがとうございます。あの味がすごく濃いんですよね。そうです、甘みがあってやっぱり独特の香り、そうですよね、風味があって美味しいです ね、 そうですね、はい。そのだだちゃ豆をですねかまぼこにしてしまいました、はい、ね、このかまぼこですね、これ美味しいんですよね。先ほどですねもう一足先に味見しました、はい、ありがとうございます。どうでしたか？美味しいですね。お豆のですね、このかまぼこって感じじゃなくって、はいはい、お豆の風味がとってもよくって、ね、これをちょっともう生姜とかね、生姜醤油とかわさびですとか、はい、わさび醤油ですとかでちょっといただきたいなって。これはお酒飲む人にはたまらないかもしれませんね。そうですね、つまみにはちょうどいいと思いますね、はい。そして、はい、たけのこがあります、はい。ここまずこのこちらの方を紹介していただきたいんですが、これ合算だけ、はい、そうですですね、はい。これはまあ珍しい、非常に珍しい希少食材。そうです。ですね。これ地元でもなかなか今は、はい、手に入らなくなっておりますね。これ食べ方としてはどういうふうに？地元鶴岡の方ですと、やっぱり天ぷらにしたりとか、はい、あと炒め物。炒め物。そういうような形で食べると、はい、これはもう湯がかないでそのままいただけるってたけのこですか？そうですそうです。湯がいても、いいと思いますけども。はい、やっぱり天ぷらなんかにして、はい、サクサクパリ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 っていうのを味わっていただけるんじゃないかなと思いますね。なるほど、私はこれ焼いて食べたいかな。焼いても美味しいと思いますね、はい。直火でこうも焼いて、ね、いただくとサラダ風にしていただくと美味しいのかなって、はい、そんな気もしますね、はい。そして、東北と言いますと、はい、山菜ですね。山菜のこれわらびですね、はい、こう立派なわらびですね、はい。これも本当にアク抜きをして、そうですそうです、もう一番私おいしいのはね、おひたしだと私はね大好きなんです、はいはい、おひたしが大好きなんですね、はい。わらび、そしてですね、はい、ここに大きなたけのこがあります、はい。これは妄想ですかね？そうですね、これ地元 の、うん、妄想で庄内地域が妄想の北限って言われております、うん。あ、なるほど、はい、すごい、そうですか、うん。でこれはやっぱりアクがあるから湯がかなきゃダメですね。そうですね、ただ、はい、えぐみが少ないんで、えぐみが少ない、はい、で歯触りもいいですし、うん、とても美味しいですね。鶴岡というとやはり春の味覚といえば、はい、妄想汁、妄想汁、あ、はい、妄想汁、はい。妄想汁というのはどういう、ですね、うん、味噌と酒粕で、うん、じっくり煮込んで、まあ、刻んだたけのこと、あとは椎茸とかを入れて食べる、椎茸、はい、春の風物詩ですね。そうですか、はい。そしてブルーベリーのジュースがありますね、はい。私ね、実は禁眼なんですよ、禁止なんですね。あ、そうですか。だから、あ、そうですね、目にはいいんですよね。私にぴったりかなと、そういうふうに思ってしまいましたね、はい。これはもう地元のブルーベリーを使ったものでジュースにしてるんですね。そうです、はい、はい。そしてこれが柿のジュース。そうです、これも非常に珍しいものですね。そうですね、庄内柿と言いまして、これは、旬と今というか取れるのは、まあ、10月から11月になるんですけども、はい、それを、まあ、加工して、ジュースにしたものですね。あ、なるほど、はい。これも本当にどれを見ても美味しいんですが、はい、これをいただきたいなったらどういうふうにすればよろしいですか？そうですね、今は、うん、神田の、波平さんというところで、はいはい、先ほど紹介しましたけども、はい、野の源下干し、ええ、それからだらちゃ豆のかまぼこ、はい、かまぼこ、はい、こちらはコースメニューとして、ええ、コースメニューの中に入れていただきまして、ええ、出してもらってます。そうですか、はい。全国うまいものサロン、波平って引いて、そうですね、インターネットで引いていただきますと今の特集をやってます、うん。でそれをぜひですね、皆さんご予約をいただいて、でお出かけいただいて、この鶴岡のものですね、そうですね、南陽市と合同 で、 そうです、ね、ね、はい、今月のイベントとして、そうです、波平さんの方で、はい、やってるんですよね、はい。で鈴木さんもなんか昨日夕べ行かれたということ で、 そうですね、実は昨日行ってきまして、うん、コースメニューいただいてきました、いかがでした？自分のたちのとても美味しかったです ね、 ね、また食材を求めてこちらの風にアレンジをしてるという、はい、そうですですね、
はい、私もですね今月またスタッフみんなでですね出かけたいなって思います。はい、そしてアンテナショップがありますね。そうですね、はい、アンテナショップの方に、行きますとこの中のタケノコとかこの山菜のものっていうのは、はい、そうです、山菜は、旬のものとして、はい、アンテナショップの方にも、はい、置いてあると思います。はい、はい、ね、ぜひですね、そのアンテナショップの2階の方にレストランもございますので ね、はい、またこちらの旬のものを使ったお料理を出しておりますので、はい、ぜひ、ね、出かけていただきたいなと思います。はい、はい、で鈴木さんですね、はい、この皆さんにですねこの日本全国の方にぜひこの鶴岡市に来ていただきたいな、はい、山形県に来ていただきたいなという PR を、皆さんに PR していただけますか。はい、実はですね、うん、6月の、はい、15日から、はい、23日まで、はい、鶴岡フードエキスポというイベントがございまして、はい、こちらですね、はい、その中で一品アワードといいまして、うん、鶴岡市内の各30店舗のですね、はい、お店で、はい、一押しのお通しですね、はい、うん、お酒のお通し、はい、お通しを提供するんですね、うん、でそこで、来場者の方々が試食して、はい、そこの中で投票すると、で1位を決めると、まあ、グランプリを決定すると、そういったイベントが、6月15日に鶴岡でございます。6月の15日から6月の23日ってなってるんですが、はい、これで間違いないですか。そうです、その、はい、一品アワード そのグランプリを決めるのは15日になりますね。 6月の15日ですね、はい、ぜひですね皆さんこちらの方からですね、そうですね、で山形県はですねもう春よし夏よし、はい、そうです、ね、秋よし冬よしもう雪が降るんですがやっぱり素晴らしいところですね。温泉地もたくさんありますし、うんうん、あとは最近映画村、はい、10月に映画おしんっていうのが公開されるんですけども、地元に庄内映画村というのがございまして、はい、そこでそこでも撮影してましたし、はい、最近そういう観光の方にも力を入れてますので、はい、ぜひ鶴岡いいところですので、全国の皆さんから、鶴岡の方においでいただきたいなと思います。はい、ぜひですね私たちも本当に一度行きたいなと思っているところですのでね、そしてですねそこに、はい、在来作物って書いてありますね。はい、でこれは山形県の在来のものを何種類かを育ててるということですね。そうですね、在来作物というのが、山形には150種類ほどあるんですけども、はいはい、そのうちのまあ半分ぐらいが、庄内地域、で50種類以上大体鶴岡市で、はい、栽培しておりまして。そんなに。そうなんです、はいはい、でこれは本当に種をですね、はい、自分で取って、はい、自分で撒いて、まあはい、次の世代にこうつないでいくといったような作物ですので、ぜひですね、はい、私も知ってる作物が、まあ、たくさんありますのでね、あこれ山形だったんだっていうのが今再認識しましたね。はい、ぜひですね、6月の1日から今月いっぱい、30日までですね、全国うまいものサロン波平にてこの物品いただけますので、ぜひですね皆さん出かけていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ね、またぜひですねこういろんなものをお持ちいただいて、はい、PR のためにお越しいただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそどうもありがとうございました。